今日は久しぶりですね。はい、よろしくお願いいたしま す。今日どうされましたか？ちょっと腰が痛くて、はい、そう、もうぎっくり腰手前かななんて思ってます。はい、どこが痛いかちょっと指さしてもらっても。指、あ、今ピキってきて、こっちもピキってくるし、はい、あ、そう、自転車の、はい、乗った時に、はい、なんて言うんですか、なんて言うんですか、付け根のところが、はい、こう乗ってる時に付け根のところから響くような痛みが何回もありますね、ここ最近。股関節ですか？股関節も、はい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 、はい、うん、こ付け根、こっち、この、はい、なんて言うんですか、はい、ちょうどなんて言うんですか、はい、名前が出てこないけどの方からビリビリって響くような痛みが2回3回は走りましたね。どっちに走ります？右側の上に向かって、上に向かって、なるほど、はい、とかでなんか、はい、おかしいってなって、はい、お願いします。わかりました。今ってなんか注意点とかありますか？こういうことはされたくないとか。特にないですね。あ、そうですか。じゃあまたやっていく中で、はい、ありましたらおっしゃってください。わ、はい、かりました、はい。今日は腰椎調整などを入れてやっていこうと思っております。はい、はい、よろしくお願いいたします。はい。これ邪魔かな？いや、大丈夫ですよ。大丈夫です。はい。いや、いらないけど別に。じゃあちょっと外しましょうか。そうしましょうか。ない。マムちゃんし。いいよいいよ、そのぐらい全然。おお。あ、痛い。いやいや、起きたって感じです。でも危険とか怖さっていうのが、いや出てきてるなっていう あれですね。ちょっとやっぱり右腸骨が上がって。ほうほう、右に出るって言いましたよね。右に出ます。うん、そうですね。ちょっと骨盤右上がってる、あれなんですね。肩甲骨は左の方が下がってますね。うん、このままこっちに来てるのか。足見ますね。足は膝来てますね、久しぶりに。あ、そうなんですね。右膝、あ、左膝、左膝が痛い、はい、今で、ね、右足の方が短いですね。うん、あ、右足の方が短いで、腸骨、ごめんなさい、腸骨の方がいいですか。で、腸骨が分かりますかね、こっちの方が高いんですよね。うん、うん、分かります。うん、うん、でね、右腸骨高くて、で、肩甲骨ですね、肩甲骨がこういう感じで若干左の方が下がってるんですね。この位置からこう横に来るとこれだけ左の方が低いん でちょっとやっぱ背骨もまっすぐじゃなくて、ここが一回右に行く、この辺で張り強いですよね。はい、うん、上がって、でここでもこっちでまた痛いですね。気持ちいい、気持ちよかったですか？痛気持ちいいですね。うん、今のここ、うん、ここでこことこの辺が特に良くない場所になりますね。まみちゃん顔面で、あ、じゃあちょっと痛背骨からやってきますね。はい、はい、辛かったらおっしゃってくださいね。はい、はい、お母さん、何って書いてある？おせんべい。まあ、ちょっとやっぱ右の方が縮みがあるんで、はい、左の方がまっすぐで、右の方がここの骨盤の張り出しがあるんですよね。
わかりますかね。ここの位置で引っかかるんですけど、うん、右は、うん、ここが引っかからないんですよね。引っかけようと思って、まあ、でこれもこのこれだけ違いが、くびれの位置というか骨盤の引っかかる位置が右のが高いというふうになってますね。でこちらの方がこれだけ引っかかり強いんですけど、こっちはこれだけちょっとしかないんで引っかかりにくい状態、スルルーってなってますね。こっちはここでガツッと引っかかるんで、なので体ひねるの大丈夫ですかね。はい、はい、ちょっと足失礼しますね。あ、で、あの体起こさなくていいです、はい、ちょっとでも弾力なくなってるんで少しずつやりますね、はい、うん、大丈夫ですか。はい、大丈夫です、うん、椅子に座ってる時とかはその自転車の時みたいな痛みの再現はないですか。ないですね。うん、で漕いでることが関係してそうですか。漕ぐのは関係しない。漕ぐの関係してるかもしれない。してそうですか。うん、はい、ですね。多分あの動きでちょっとで上げた時、伸ばした時、下ろした時か。下ろした時。下ろした時。うん、なるほどなるほど。だとやっぱ椅子では再現されないですもんね。うん、全身落ち込みますね、まあ、今の時点でもちょっとこう足揃ってますけれども、ちょこちょこも揃ってますけれども、あーすごい、背骨、うん、もさっきよりまっすぐになってますよね、うん、さっきだからこの辺結構緩みが出てきますよね、うんうん、よりもなんか怖いような硬さはなくなってますよね、うん、はい、で、まあ、ここのくびれ具合も先ほどよりこっちスッと行くようになりましたよね、うん、ただまあやっぱりこっちの方がどっちかっていうとまだ張り強いんで、張り出しがありますので、失礼します、ちょっと横から押しますね、どちらもスッとここのくびれ具合が一緒になってますね、はい、高さも、はい、張り出し方と高さが揃ってきてますね、はい、で若干ちょっと張り方があるんで、ここちょっと気持ち悪いですかね。大丈夫ですか。あ、いやいや大丈夫です。薬持ってんの。一緒にマッサージするね。マッサージ。何でもないもん。何でもないもん。はい。背中をしていきます。足加減きつくないですか。はい、大丈夫です。よりはなんか、うん、あのなんか歪み方が前よりひどくないような気がします。はい、うん、それは嬉しいです。まあ、多分本当ひどくなった時の状態も知ってるので、うん、まあそれと比べるとっていう部分もねありますけど、うん、
ふくらはぎあんま良くないしね。ああそうですか、うん、ちょっと痛いですよね。筋肉痛とかなっても手はしませんって、うん、筋肉痛だけだったらいいんですけど、なんかちょっとやっぱり何が悪いですよね。むくみ乾燥出てますよね。まあ足先の冷えと、すごい気持ちいい。これはめっちゃ気持ちいこれ膝怖いですかね。いや大丈夫ですか。怖くは全然ないです、はいはい、以前に比べて体が、なんかあここちょっと弱くなってるななんて気づくのが早くなったと思うんです、はい、だからそこまで広くないけど、ちょっと最近痛みが出たななんて気づいた感じですかね。あ、痛いですか。気持ちいい。気持ちいい。はい。ああ。ゴリゴリ。ご視聴ありがとうございました。現在リラクヤ DVD 好評受付中です。発売は3月15日になります。気に入りましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。 See you。